坪井の構造設計による国立屋内総合競技場、坪井義勝は日本の構造家、建築構造学者、構造デザイナー、東京都生まれ、東京大学名誉教授、1929年、東京帝国大学工学部建築学科入学、1932年、東京帝国大学大学院入学、和歌山県永善技師、 九州帝国大学助教授を経て、1942年、東京帝国大学第二工学部建築学科教授。1949年から1968年まで、東京大学生産技術研究所第五部教授。田嶋博青木茂、若林実、る、川口守らを育てる。1950年代後半からは、小野薫の病により、 日本大学理工学部と小野の兼務先である東北大学工学部教授も兼任した。兼任先では川又茂や斉藤君を今川県営、中田勝浦を育てる。1968年東京大学退官後は同校名誉教授、日本大学教授、早稲田大学客員教授、足利工業大学顧問教授、 1974年には清水建設技術顧問、また国際シェル、空間構造学会会長、名誉会員、建築工学研究会理事長となり、1980年に株式会社、坪井義勝研究室を設立。シェル構造研究の第一人者であり、構造デザイナーとしても優れた作品を残す。国立屋内総合競技場、東京カテドラル聖マリア大聖堂、 愛媛県民館、万博お祭り広場などの丹下建造の作品は、坪井の構造設計に追うところが大きい。著書に連続体力学除雪など多数。死後、その功績を記念し、国際シェル空間構造学会によって、坪井賞が設けられた。ありがとうございます。